最新鋭の出前システムと言っても過言ではない Uber Eats。街中で見かける機会も増えたこのサービスを利用したことはありますか？今回はそんな Uber Eats で働いている人が建てたスレを紹介していきます。まず一つ目は2019年10月に建てられたスレです。会社辞めて Uber Eats の配達員始めたんやけど、質問あるか？まだペイペイやけど。Uber Eats も何に疲れたんや。自分のペースで働けるのと、給料週払いなところ。シフトとかないから、働きたくなければ稼働しないし、逆に1日フル稼働して稼ぐのもあり。前の会社では何してたの？申し訳ないがノーコメントで。Uber Eats の報酬や、働き方について質問が寄せられます。原付き？チャリ。原付きより小回り利くで、距離あるとしんどいが。稼ごうと思えばどれくらい稼げるの？ガチ勢は時給2000円とかザラらしい。ワイはママチャリでやってるからそんなに稼げないけど、始めたばっかりでまだ未知数なとこも多いわ。配達されたものがぐちゃぐちゃになってるってニュースでやってたから信用できない。正直誰でもできるから、外れ引く可能性もあるわな。一応運営側でも配達時の対策とか教えてくれてるから、ワイはそのままそれ使わしてもろてる。チャリで配達して汁物の中身こぼれたりしないんか？一応店側で対策はしてるみたいやで、蓋二重にするとか、運んでる時はタオルとかで周り埋めてやってる。頼んだ側の配達料ってどのくらいなんや？知らんし興味もない。ワイはただの仲介役や。ママチャリなんか、ロードバイクあるからやってみようか思うけど、カバン傾くし商品選んでもんわ。ロードバイクの方がええと思うで。傾きとかは対策するしかないわね。運ぶ商品はこっちじゃ選べないし。いくつは時給どれくらいや？今んとこギリ1000円くらい。短時間稼働しかしてないから、今後どうなるかは不明。単車とかバイクでかなり効率違うやろ？買う気はないん。元手がないし、バイク運転したことないから怖いんや。ちなみに、関東圏やと今のところ都心から市川、都心から埼玉、川崎から横浜、西東京あたりがエリアになってる。一番稼げるのは都心の港区あたりらしい。Y は横浜市民なんで横浜エリアでやっとるけど、夜は関内伊勢崎町界隈と横浜西口あたりに待機しとけば大体依頼来る印象。昼間なら港未来も暑いかもな。12時とかに集中しそうやけど一日中仕事あるんか？アイドルタイム言うて、暇になる時間もあるで。せやから昼飯とかはその間に食えばええし、他にやりたいことがあるならその隙にやるのもて。休日はピークが長いんで、オールタイムでそこそこ仕事来るわ。スシロー買うてきて。依頼は受付時間内にアプリからどうぞ。SS ハプニングは？今んところはない。若い女の子に当たったことは何度かあるけど、受け渡ししたらすぐドア閉めやし。こっちも回数稼がなきゃあかんから、面倒事はない方がええわ。都会住みなら他にいくらでもありのいい仕事あるんやない？あるのかもしれんが、とりあえず手近なのが Uber やっただけやで。給料きつそうやが気まぐれで動けるのは余韻もねえ。Y も資金力安定したらそういうのやりたいわ。ある程度、余裕あってプラスアルファでやる分にはこの上ない仕事やと思うわ。本業にするには安定性が足りんわね。Y もつなぎでやってるだけやし。時給次第でピザデリと考えるところやな。気軽なのはポイントやな。シフトないのは本当ありがたい。あと良くも悪くも一人で完結する仕事やから、しがらみみたいなもないし、とことんドライやで。お客の立場からすると天候の悪い日にこそデリバリーを頼みたいところですが、配達人はどのように考えているのでしょうか？台風の日とかで歩きたくないから助かっとるで。そういう時はこっちも稼ぎ時やさかい、助かってるやつも多いと思うわ。Y はそこまではやらんけど。台風の日は時給上がったりするんかな？シフトなければわざわざそんな日に働こうってやついないよな。インセンティブが多少上がる程度かな。ブーストっていうやつなんやけど、いつも 1.1 から2倍なのが2倍近くまで上がってるのは見た。あと Uber に時給って概念はないで。わかりやすいように言葉だけ借りてるけど、完全出来高制やから保証もないし。だいぶ物が違うけど、この前の台風で大金をタクシーで帰ったんやが、その時の運転手も、こんな稼ぎ時にそう簡単に帰らんでいって言ってウキウキしてたわ。成果主義の仕事してる人たちはみんなあんな感じなんやね。そらやればやるだけ金になるからな。需要や守りなのにて出さんのはアホの所業やで。一致は一生 Uber で働くんか？それとも頃合い見て転職？若いうちしかできんやろし、適職見つけるかえで食えるようになるか、はたまた一生食えるだけの金が手に入ったら即辞めるで。まあぶっちゃけ、Uber 使う人って金持ちなんやなって思うわ。手数料乗るから店で買うより高いし、Y は自分じゃ使わん。そもそもエリア外やけど。Uber Eats の配達ってペイペイ以外に何があるん？やればやるだけってことは事務方に上がるわけちゃうんやろ？まあそうね、個人事業主扱いやし、単に慣れてるか慣れてないかの違いってことや。でもその違いで稼ぎも全然変わってくるから、でかいもんやで。あれって月20日8時間稼働したらいくらぐらいなん？平均15から16万くらいやない？頑張れば20万超える程度かな。Uber 使ってまでマック食うやつの気が知れない。まあ金持ちニートかトレーダーみたいな仕事してる人が使うんやろね。そういやこないだ牛丼持ってった時、ドアノブにかけといてくれって客いたけど、エッチでもしてたんかなあれ。昔住んでたところは Uber 範囲内やったけど、一軒家で今住んでるところはギリ範囲外なんだよな。ちな横浜。
特定されかねんからあんまりそういう情報出さん方がええぞ。エリア検索すれば分かってまうからな。自分のペースってのは魅力かもしらんが、会社勤めの方が儲かったろうに大丈夫なのか。別にウーバーやりたくて辞めたわけちゃうしな。次の仕事見つかったら辞めるで。月15から16万はちょっと辛いな。日給8000円か。まあ自由にやれるメリットはわかるけど、都内ならもう少し稼げるかもわからん。あと確定申告は自分でせなあかんから注意な。20万以下かっこ2万ならいらんけど。あれって注文した時点で決済されるから渡すだけで良いみたいな感じなん。基本的にはそう。エリアによっては現金決済もできるから、その場合は配達時に金もらって商品渡す感じ。その時もらった現金はそのまま自分のにしていいんやけど、現金で受け取った額が売上を超えると、差額が登録したクレカかデビットかっこつまり口座残高から引かれる。働く人はどんな感じで待機してんの？人それぞれやけど、Y は稼ぎやすそうなあたりをチャリで周回するか、あとは図書館。横浜の中央図書館なら館内も桜木町も港未来も近いからちょうどいい感じや。横浜の場合稼げるエリアがもろ観光地やから、ポタリング趣味の人ならなかなか美味しい仕事やと思うで。休日は人多すぎてうざいが。たまにカレー持ってきてもらってるわ。小遣い稼ぎ感覚ならええけど本業ってしんどない？もともと月の手取り20万くらいあったし、頑張ればそれくらいは稼げそうやから、短期でやる分にはまあええかなと思ってる。ベトナムで配達員がスタバ使ってて、汚いからやめてほしい旨をツイートしたやつが炎上してたな。はい、そんなことあったんやな。でも確かに言われてもしゃあない部分もあるかも。つぶやいちゃったことの是非はともかくとして、ぶっちゃけ住所と身分証、銀行口座があって必要最低限のコミュニケーション取れれば誰でもできる仕事やし、あんまり見た目汚いと客から低評価ついて契約切られるかもしれんけど。サドルでスリップなりそう。実際痛い。合間合間で休憩して回復させるしかないわね。配達中の一致を襲撃すれば食欲と性欲も満たされるんやね。まほかい？なんでウーバーイーターはウーバーしながらチラシのポスティングしないん？規約？そういう契約じゃないから、としか言えんな。ウーバーから貸与されたカバンにデカデカとサービス名書いてあるから、いわば走る広告みたいな役割はあるかもしれん。あかん、完全に昼夜逆転や。すまんが離脱するやで。一致もしかしてこの間自転車で横浜駅の中央通路を打った？あそこは自転車禁止やで気をつけてな。多分それはいちゃうで。以上です。さて続いてのスレは2019年4月に建てられたスレです。ガチのウーバーイーツ配達員だけど質問ある？ウーバーすら知らないカッペは黙っててください。もし質問あるなら答えます。ちなみに都内で仕事してます。態度悪いやつばっかりなんだが。まあ誰でも受かるし、そもそも面接ないし。行動の走り方ぐらいちゃんとしろ。完全不愛なんでみんな急いでるんです。わかってあげてください。たまに男子妻と。できるよな。どこの AV だよ。いつもありがとう。こちらこそ頼んでくれてありがとう。明日も頼んでや。ウーバーイーツに様々なイメージを持っているスレ民たち。都内在住のスレ主。報酬はどのくらいなのでしょうか？稼げないって聞いたで。今の時期はひどいな。時給600円とかよくある。でもニートしてるよりはいいかなって。明らかな搾取よな。労災も効かない不安定な職で働かされてかわいそう。引きこもりニートみたいな人には、最適だし最後のセーフティネットと思えばウーバーには感謝してる。そんな仕事やってまで東京にしがみつく理由は？実家だから。年収どれくらいになるの？150ぐらいかな。今の時期は時給1000いかないし、最低賃金割ってるけど真夏とか真冬は時給1500ぐらいいってた。ちゃんとした仕事ついた方がええと思うで。ウーバーのおかげでニートは脱出できたから正社員目指したいね。そろそろ就活しようかなって思ってる。なんかよく知らんが白タクってやつけ？白タクはまだ日本では禁止されてるから出前やな。ウーバーはもともと一般のドライバーにタクシー代わりにお客さんを運んでもらうシステムを作った会社です。日本での導入はまだ先のようですね。電車にクソデカ箱持ち込んでるの見ると笑うわ。地方から来てやってる人もいるみたい。そこまでする価値はないけど都内住んでるなら悪くないと思う。つまみ食いとかしとるんか？しようと思ったこともない。配達で精一杯や。大抵梱包されてるし。ウーバー面接ないってマジ？割と金が必要やけど採用されなくて困ってたんやが、Y でもいけるんか？ないで。外国人とかもよく見るし70ぐらいのじいさんも見たことある。オケマルや。ありがとうな。面接なしで。登録すると配達員になる備品が送られてきてそれでスタート。これ、バッグの空きがあれば、すぐバッグもらえてすぐ仕事できるからニートしてる住民にはおすすめやで。都心多すぎやろ。渋谷の方によく行くけどマジでたくさんいる。マジでいるよな。登下校してる小学生よりよく見るわ。ワイもその一員なんやが、大阪とか福岡にもあるけど、そっちにもいる？ラーメン頼める？頼めるで。ラーメン、寿司、焼肉、ドリア、ジャンクフード、なんでもある。明日頼んでや。ラーメン運ぶときどうするの？大抵ラップしてこぼれないようになってるけど、ワイは模造紙丸めたのとスポンジ入れて詰め物にしてる。ザリでお届けするんか？ちなかって。せやで。バイクもあるけど9割は自転車やと思う。日本では流行らないと思うわこれ。
配達物とはいえ、わけのわからない気持ち悪い奴らに手渡したくないんだよね。割と流行ってるとは思う。ただ最近は最低賃金すら割るけど、真夏とか真冬は1日仕事したら2万いく日もあった。ニート上がりなら1年やって転職がええやろ。一応自営業やが稼げない、保険もない、確定申告めんどい、いいことなしやで。保険は一応あるみたい。Uber の保険みたいなのが最近できたで。確定申告はしてないけど 99% の配達員がしてないやろうし問題ないやろ。事故した時の保険。せや、最近 Uber の保険ができたってお知らせ来てた。詳しくは不明。2020年10月から Uber は配達期間に関して対人対物賠償、ドライバーの障害保障制度を導入しています。一応の保険はあるようですね。一応一致は年収150万あるらしいし、無申告やと叱られて税金多めに取られるやん。わいはそんなないで。まあ元ニートやし年収換算したらそらぐらいなるかなって感じや。時期による差がすごすぎる。海外送金なんて確実に目をつけられるやん。わいは年収100もないけどした方がええんか？しないとどうなるんや？源泉徴収で引かれてへんの？自営業扱いになるらしいから、税金とかは一切引かれてないけど、確定申告の話なんて登録した時に何も言われてないしな。一時確定申告だけはやっとけがちで。そんな大変なことになるんか。一回調べてみるわ。ちなみに年収100ならいくら払うことになるんや？確定申告は払わんでいいんやで。むしろ金が返ってくることもあるんや。ただ、3月15日までにやらんとそこから加算始まってまう。そうなんか。ならやらな損やな。確定申告なんてやったことないからがっつり税金取られるのかと思ってたやで。わい新宿住み、10分くらいで来るからにっこり。もっと頼んでや。最低賃金以下はいくらニートの運動といえきついんやわ。わいのバイト先にもタブレット置いてあったわ。まあ大体の大手チェーンは今 Uber で頼めるからな。すごいやろ？明日頼むんやで。わいもやろうと思ってるわ。月何日働いてる？月20日ぐらい。1時間で帰る日もあれば10時間働く日もある。気分次第で切るのは本当にいいな。使ったことないんやばい何が入ってないやん、みたいなことが起こる可能性もあるん。あるけど全てサポートセンターに電話してねで終わり。その後は知らんでええ。評価はええんか。評価は91んこねえ。低いんかな？楽は楽だけど、10時間やって6000円の人かあるからやろうとしてるやつは注意な。ほんこれ、最近はこんな日ばかりやな。そろそろ他の仕事見つけたいんを。仕事さえあればほんまに働きたい時に働けるって感じなんか。あと、配達先はスマホとかで確認するんよな。せやで、スマホ一つでアプリで管理されててオンオフ切り替えでいつでも仕事できる。冬は稼げる時間狙えば、時給2000円近く狙えたが今はもう無理やな。梅雨まで待たなあかんやろな。あの時期は良かったんごねえ。また夏に期待やな。初日の初配達で住所書いてないけどなんとか到着。矢印、呼び鈴鳴らしても出てこない。矢印、サポートに電話して注文者に連絡入れてもらう。矢印、改めて伺っても出ない。矢印、ここまで20分経過。矢印、諦めて配達完了にして廃棄。矢印、バッド評価つけられ、届けてくれなかったと書かれていた。矢印、やめる。それサポートに電話する必要ないで。10分待って出なければ廃棄でええ。客からしたらブチギレ者やろうけど。めっちゃ使ってるけど、正直またこいつマック頼んでるよって思ってるやろ。わかるわけない。東京全域カバーしてるんやし、配達員多分何百人通るやろ。同じ配達先行くのなんて稀やし。ただいまですら配達員が溢れまくってるし、これからもどんどん増えるから状況が悪化するのは確実。夏まで耐えるしかないな。夏なったらまた時給復活するやろ。以上です。さて、最後のスレは2020年1月に建てられたスレです。Uber Eats 初めて3ヶ月弱やけど質問ある？ちな横浜や。収入は？あんまりガチでやってないから、月収にすると10万くらいかな。これからどんどん単価下がるけど続けるん？それ東京の話ちゃうの？横浜はもともと単価安めやから、しばらくは安泰やろ。人が増えれば当然単価も下がるかと。まあ、あまりにひどくなったらやめるかもしれんわ。Uber World みたいに書くな。これが正しい表記やぞ。Uber の配達員って、漏れなく清潔感ないけど食べ物扱ってる自覚あんの？まあ文句広いから、その分やべえやつも多くなるんやろ。こちゃんのスレ見てたら不労者が配達してる事例もあるみたいやし。なんで運んでるん？とりあえず金稼ぐため。配達手段の話や。電動チャリを借りてる。副業でできる？むしろ副業に収めとかないとあかんと思う。本業にするには不安定すぎるし。仕事中は位置情報とか常に管理されたりするんやろか？オンラインにしてれば多分そう。横浜に高砂屋よりうまい食い物ある？日の出町にあるやつ？昔から気になってたけど入ったことないわ。そういえば Uber Eats とは関係ないけど、ハムスタが改修工事しててびっくりしたわ。なんや、意外とないもんやな。とりあえず今日の稼働実績載せとくわ。11時間22分、13,482円。現金配達ばっかりやったから、手元に来た金は2万強くらいあるけどな。ハムスタはウイング席とかいうのを作っとるはずやね。はい、そうなんや。しばらくいかんうちにいろいろ変わるもんやな。特にないならワイはもう寝るで。
明日も朝から稼働や。ウーバーはオフィス街だとすぐ配達されるけど、家だと全く人いないのがあかんわ。もう少し配達員全国に散らしてくれ。そりゃしゃあないわ。住宅地って大体郊外やろ。そういう場所は加盟店少ない上に、中心から遠くてウーバーイーツ的には僻地なんや。東京なんかはこないだの料金改定で、ロングランすればするほど損する仕組みになっちゃったから、余計に都心部のマックとか吉宮あたりをぐるぐるするだけのやつが増えたみたいやし。ちなみに、Y の行動範囲は愚明寺、保土ヶ谷から新小安あたりまでや。鶴見川崎は遠すぎてよういかん。家がエリア内ならもうちっとよかったんやけどな。たまに飛ばされて時和台とか和田町も行くで。国大生がおったら、どっかしらですれ違うなり配達に行ったりしたことあるかもしれへん。砂利のレンタル料わからんけど、そりゃ普通にバイトした方がいいんちゃうか。Y の使ってるレンタサイクルは12時間まで上限1000円で、実際使ってみるとバッテリー持ちの関係で1日中やったら2000円はかかる。稼ぎが悪いと最低賃金割り込むけど、大抵1100円くらいはあるし、何より人間関係のストレスないのが大きいからええで。Uber ってあの海外のタクシー代わりに使われ？それの出前番と思ってもらえれば。一回いくらとかなの？受け渡し料金と受け取り料金は一律やけど、より料金は変動制やからその時次第やな。だいたい350から500円くらいで、繁忙期でボーナスみたいのがつくと600から800くらい行ったりもするで。配達してる中にあんまり有名じゃないけどうまそうなのある？リピーターが多かったり。あんまり気にしてないからわからんけど、小金町のカレー担々麺はうまそうというか実際うまいで。運ぶ前にたまたま食ったことがあるんやけど、今日やってたら注文来てびっくりしたわ。出前感でよくない？バイク乗ったことないから怖いねん。チャリより小回り効かんし。何歳？大卒後1年半くらい正社員やってたけど、パワハラまがい受け続けて辞めた。なおその後発達障害と診断された模様。以上です。面接も必要なく副業としては、と勧めているスレ主も多かったウーバーイーツ。皆さんはウーバーイーツで仕事をしてみたいと思いますか？アマゾンは日本はもちろん世界中のたくさんの方が利用しているサービスですね。今回はそんなアマゾンの商品を届けてくれる配達員が建てたスレを2つ紹介します。まずは2023年3月に建てられたこちらのスレをご覧ください。アマゾン系の配送用ドライバーだけど何か質問ある？車種は軽バン。軽バン。昔はもう少し大きいのもやったことありますが人に話せるほどではないです。あとはバイク便を少々。狭いところはバイクを使う感じ？それぞれ別の会社だよ。バイク便はバイク便の仕事で全く別のものを運ぶからアマゾンを運ぶときはバイクなんて使わないよ。わいつも18時から20時に時間指定してすまんな。早く終わりたいやろうに。管理職のやつらとどんな感じ？昔いた小さな会社の役員は全員20代だったけどクソだった。全員口だけで現場に出てこない。いつも住所にの欄にお伝えしてくださいって書くんやが意味ある？ある。名前の欄に書いてくれてるのが一番助かる。こういった直接配達員に聞かないとわからない情報は貴重ですね。軽貨物で自営配送したいと思ってるけど未経験でもいける？最初は大変だけどいいと思う。安全運転だけ気をつければ。受け取りの時マスクした方がいい？正直、今更いいよ。コロナ全盛期はみんなすごかったけど今はもう。って感じ。3月、罪悪感が減るわ。プライムちゃうけど、住所に午前ちっちゃくとか書いてあるのうざい。午前指定と夜の指定はほぼ確実にお客さんに会えるから嬉しい。月4から6回注文するけど毎回同じ人届けに来るから顔と家覚えられてそう。確実に覚えてるよ。一致の同僚は手取りどんなもんや？一致より低いやろ。Y は5名くら後輩いるけど下から2番目かな。トップ数は毎日200個以上配達してる。200×130 から180円って感じ。全地域ってわけじゃないんだろ。町場の方が絶対稼げるじゃん。素人はマンションとか儲かるって思うかもしれないけど、個人の家が多い住宅地最高。マンションなどの方が一気に配達できて儲かりそうなイメージがありますが、そうでもないようですね。いつもありがとうございます。小物何回も頼んでごめん。それ嬉しいよ。ま、USB ケーブルとかレターパックサイズのやつ1日おきに 3,4 個くらい頼んだ時あって、めちゃくちゃ鬱陶しいやろな、すまんなって思ってた。まとめて持っていけばむしろ楽だしいいよ。転売ヤーとか1日10個以上を平均的に頼むやついるし、置き配に指定してるのに呼び鈴押すのなんて、置いてくださいって書いても呼ばれるんだがどうしたらいいの？会社によっては使ってるシステムが置き配対応にしっかりなってないのもあるからって感じだと思います。置き配楽で最高だわマジで。わいは嫌だ。誤配怖い。ガソリン代どんくらい？どうすっかな俺もな。わいは1日700円くらいかな。3月、自分で車用意するとなると元を取るまでに時間かかりそうだしそこがネック。あと駐車場もないし。会社によっては相談すれば手配してくれるところあるよ。最短で出るか、5秒待ち時間増える代わりにマスクつけるかどっちがええ？最短。マスクはこっちがしてるから。最近 Uber 流行ってるからバイク便とかしてるやつは配送ドライバーにめっちゃ流れそうやな。人手足りんのやろあの業界。バイク便は軽運送では異質で出版や芸能系や大手企業などの法人相手だから。
長くやるならリースするより車買った方がいいんじゃないの？こんなにやると思わなくて、もう1年以上やってるよ。佐川とかじゃなくて小さい運送会社か？真っ白いバンで運んでるような。小さな会社だけど皆さんが知ってるいろいろな会社から受けてやってます。いつもありがとう。最初のスレはここまでです。次に紹介するスレは2022年1月に建てられたこちらのスレです。アマゾン配達員やってるけど質問ある？何でも答えるで。ドア開けたらすでにスタンプ出してる人どう思う？よくいるけど、受け取りのみなのでって言って受け取ってもらうだけ。別になんとも思わんよ。毎回お前んちどこだって電話がかかるんだが。それはお前が悪い。住所不備かっこマンション名や建物名が多すぎる。じゃあ年一軒家出し番地まで書いてあるんだよ。で1番地1正門1番地8西門とかあって1の8って書いてあるのに正門来てお前んちどこやって言われる。正門からだと270度回らないとたどり着かない。次その電話かかってきたら、まず何度も電話かかってきて困ってることをそいつに伝えてる。聖杯先の特徴かっこ車の色、家の壁の色などを伝えて、そいつの持ってる端末かっこ携帯にメモを残すように指示する。それでも間違えるようならアマゾン側に苦情入れてくれ。多分わかりづらいんやろ。すまんな。一度覚えればなんともないのでしょうが、わかりづらい住所や住所不備など配達員の方もいろいろ苦労が絶えませんね。アマゾン配達員って何？アマゾンと個人で契約して荷物を配達する仕事やで。車が何使ってる？ハイゼットカーを。玄関塞ぐように置くやついる。出れない。それは配達員がゴミだな。すまんな。給料どれぐらい？月によって変わる。40から45万くらい。俺のノートパソコン今日届きますか？予定組めば基本的に予定通り配達するで。昨日雪降ったから遅れる可能性はある。勝手に置き配しやがって。すまんな。ちなみに置き配指示なくて留守のやつは基本的に他品でくれって思ってる。稼げない人は全然稼げないらしいね。まあな。その日に配り終えないとかになってくると仕事が入ってこなくて稼げなくなるんや。うちの担当、なるべく宛名を壁側に置いて名前とか見えないようにしてくれてるんだが、そういうマニュアルなん？基本的にはそう。ただし、底面指示のある荷物はラベルを隠さずに置く。やらない奴多いからそのドライバーはいいドライバーだと思うよ。いつもありがとうございます。こういった少しの心遣いは嬉しくなってしまいますよね。配達中になったけどいつ来るの？配達中になったのならドライバーが集荷をかけた証拠。今日中に届くはず。届かないならそのドライバーが今日中に届けられない証拠やから苦情入れてもいいぞ。基本宅配ボックス仕様だけどありがとう。オートロックマンションで宅配ボックス指示入ってる。お客様はドライバー目線めちゃくちゃ助かってるで。ありがとな。8時に配達中になったのにまだ届かないんだけど、どこかで遊んでるの？すまんやで。多分昨日の雪で遅れてるかもしれんわ。アマゾンに苦情の電話入れても基本的に到着時間が早くなることはないから待つしかないよ。この前30キロの米担いで玄関前まで運んできてくれた人いてばり驚いたわ。確か個人配達だった気がす。多分アマゾンじゃないな。基本的に重量の荷物は佐川、大和だから。受け取るときに、ありがとうって言ってあげてほしい。重い荷物が多い客でもそういう一言だけで全然印象違うから。月給は40から50万ということでしたが、時給にするとどのくらいなのでしょう？時給換算するとどんくらい？物量によって変わるからなんとも言えんな。2000円から3000円くらいだと思う。配達ができるかどうかでも変わってくる。結構行くんだな。腰とか肩とか痛めそうだけど。そこそこ稼げる。けど車がレンタルなら月4万くらい引かれてガソリンも自分持ち。アマゾン配達は基本的に荷物は軽量だからあんまり心配しなくていいよ。マジか。今の会社倒産したらやろうかな。車持ってるなら資格もいらないし、配れば金もらえる仕事だからね。本業にしなくても少しの期間だけ金稼ぎで働くのは全然ありだと思うよ。車はスペーシアだわ。営業ナンバーにすればいいだけ？いいね。黒ナンバーにすればすぐ働けるよ。痛くって苦情あるとクビになる？内容による。一発でクビかっこアカウント停止になる可能性は全然ある。基本的に苦情程度でクビにはならんね。配達できてないものを配達済みにしたことある？あれはなんでするの？再配達依頼されたら困るから。シンプルに操作ミスだと思う。意図的にやるメリットが薄いね。苦情にもつながるから。気づいたらアマゾン側に連絡してあげて。すまんけど。なるほど。いつも本当にお疲れ様です。無理せずに頑張ってね。置き配指定しているのになんでインターホン押すの？中には電話までしてくる人もいるんだよ。置き配自体は何度か利用しているから不可って環境でもないんだけどな。荷物を置いてさっさと帰ってください。荷物受け取るときにインターホン鳴らさずに玄関に置いてほしいって言ってくれればなくなると思う。基本的に置き配の方が楽だから玄関指示の見落としでインターホンをしてると思う。よくあるのが玄関指示入ってないパターン。アマゾン側で玄関指示チェック入ってるか確認してみて。宅配ボックスの使い方ぐらい覚えてくれや。すまんな。最初の頃はよく間違えてた。スレ主がクレーム処理係のような存在になっていますね。そしてスレには偶然にも配達員をしたいと考えているスレ民もいました。これはタイムリーなスレ。俺も始めたいと思ってる。ウーバーにしようとも思ってる。ウーバー専用でやるくらいならこっちの方が稼ぎやすいと個人的には思ってる。
あとウーバーより出前館の方が1月中は稼げるよ。1軒回るのに費やす時間は？どの段階から1軒回るのかがわからないから答えづらいな。配るだけなら3分くらい。1時間で20件から30件くらい基本的に配る。1時間で2、30件だと1件回るのに2、3分だよね。運転、駐車、投函先への到着って考えると俺にはできなさそうって思ってしまう。コツとかある？最初からそんな早くはできないよ。続けてれば勝手に早くなる。コツは車への荷物の入れ方だね。配達する時間よりも車の中にある荷物をどれだけ早く探せるかが大事。これだけ聞きたい。配送料半分でいいのでノルマ半分にしたいって交渉はできる？アマゾンに直の契約ならそれはできない。基本的に日給だから。ノルマとかはなく、終わらなければ戻ってきて荷物戻すだけ給料も変わらない。その代わりにアカウントに傷がついて仕事が来なくなる可能性が出てくる。そうか。やっぱりウーバーから始めてみるわ。ありがとう。配達先が芸能人だったことある？一度だけある。周りもたまに聞くから珍しいけどあることはある。配送業者アマゾンってやつ？あれ回避する方法ないの？調べたらコンビニか営業所受け取りらしい。詳しくは自分で調べてくれ。宅配ボックス指定なのにポストにも不在通知入れたり入れなかったりよくわからん。問い合わせたら規則では必ずポストにも入れることになってるらしいけど。宅配ボックスに入れたら必ず不在票は書かなくちゃいけない規定になってる。けど暗証番号のない宅配ボックスはほとんど不在票入れない。許してくれ忙しいにゃ。うち暗証番号のない宅配ボックスだ。鍵にセンサーがついてて開ける方式。暗証番号がないとこだから不在票が入れられないってことか納得。全部なしで構わない。配達お疲れさん。月ガソリン代いくら？3、4万。やっと来たわ。ありがとう。以上です。配達員の方々がいるおかげで私たちの生活がより便利になっています。いつもありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。宅配便はとても便利なサービスですよね。しかし配達員の人は様々な苦労を抱えているようです。2022年10月に建てられたこちらのスレをご覧ください。元ヤーと運輸で配達してたけど質問ある？どうやらスレ主は大手運送会社の元社員として働いていたようですね。今もつながりあるから特定系の質問は NG で。猫は何猫が好き？黒猫飼ってたしやっぱ黒猫かな。今はチャトラがいるよ。ヤマト女のドライバーめっちゃ増えてない？アンカーキャスト中午後からのパート契約社員制度できてから一気に増えたね。ヤマトってかわいそう。でも最近置き配とかできるようになって負担減っていいわ。置き配は田舎では割とスムーズにできたけど、都心じゃできなかったからね。置き配システムはいろいろ情報入力面倒だけどよくはなったかな。日本郵便のことどう思ってる？現役の頃は同業者として割と助け合ってたかな。へぇ、やっぱヤマトも職場の人間関係悪いん？人間関係は良い部署もあれば悪い部署もある感じだったね。俺のところはドライバー同士はかなり仲良かったから敵は支店長と客くらいだったかな。物流業界って気性荒いやつ多いよな。郵政でこれならヤマトとか佐川はどうなってんだろうって思ってたわ。気性を荒くする職業なんだと思う。時間にかなり追われるからお客さんのせいでかなり時間食う時とかかなりストレスだからね。そうなんか。俺は普通郵便の配達しか経験ないからのんびりやってた記憶しかない。俺が辞めた後にメール便撤退したらしいね。やってた人は本当かわいそうだよね。辞める時制服パクった？5着分はパクったというか返却してないね。今の前の制服もあるから売ったら高いかもしれん。泥棒に需要ありそうだね。ヤマトの制服着てると怪しまれずにマンションとか入れるし。そうそう、どこにでも入れる魔法の制服だからその界隈にはかなり高値で売れるみたいよ。俺もそのうち売ろうか考えてはいるけど、会社のそこら辺の情報もウェブイからバレるかもしれん。中には悪いことを企んでいる人がいるようです。しかし一致の場合売ったことがバレた時のリスクが大きすぎるような気もしますね。一番嫌な客は？一番嫌なのはクレームは当たり前なんだけど、なんだかんだいるって言ってたくせに何回も不在かます客だったかな。ストレスでハゲてまう。2日でバイト辞めてすまん。お前がお疲れ様言わないだけで切れるから行きたくなくなった。それはお疲れ様。身に覚えがないのう。ユース使っても何度もピンポンしてくるやつは何なの？何回もピンポンしてるのは大概はいるししてるの気づいてるパターンかな。シンプルにフラストレーション溜まってる証拠かもね。たまにイージーで置き配指定してもしないやついるけど何なの？今は知らんけど、イージーで置き配してるのが端末に反映されん時とかあって、あと反映させるのに結構面倒なところがあるから俺もたまに気づかんかった時はあった。アマゾンの軽バン配達フリーランスどう思う？やっぱり仕事取られる危機感ある？いや全く。むしろ仕事じゃんじゃん奪ってほしいくらいアマゾン鬱陶しいかったからね。セール CM クソほど嫌いだったな。いつもご苦労様です。ありがとうございます、OB だけど。佐川オラオラ U パックやる気なしヤマトキモイ。U パックは60代のジジイと慕うけばかりだからな。あながち間違いではないかな。まあみんなじゃないけどイメージは合ってるんかな。あと午後指定してたのに午前中に来るやつとか仕事舐めてんのかと思う。こっちは在宅で会議中なんじゃい。時間指定は正直、当てにしない方がいいかな。その日の7割、8
8割の荷物は指定通り届けるけど、残りはドライバー都合にでもしないとほとんどの時間指定間に合わんくなるから。時間指定はありがたいサービスですが、配達員にとっては大変な作業のようですね。Y の家、一軒家なんだけど1階のインターホンで諦めて帰るんだけどなんで？いつも2階で寝てて、あ、インターホン鳴ったと思って飛び起きてそのまんま行くのに間に合わない。もしくはもうトラック乗り出そうとしてる。こそ忙しい時とかは1階のピンポンで状況判断してダッシュでトラック飛び乗るとかあるからね。配達だけやってりゃいいんだから楽な仕事だよな。その通り、あなたも明日からレッツや、と。楽な仕事で安定した収入得られるぜ。今すぐ会社辞めて GoTo ブラック。今は何してる？今は、16から19までやってた解体に戻って一人親方やってるよ。収入は配達やってた時とトントンだけど、ストレスはかなり減ったね。え、新卒なんか？そうだよ。社会の底辺です。実家暮らし。今年に結婚してます。体力皆無のおっさんでもできる？ん？厳しいかも。年配で未経験は皆即辞めていったからね。あ、年収は？正社員の平均が350から500。契約社員が300前後。支店長とかセンター長とかになればもっと上がるかな。なんだ意外と安いんだな。郵政と大して変わらんだな。女の子の配達員に見せたいんだけどいいよね。わざと見せつけると普通に通報だけど、事故装って見せれば OK。ただし、センター内で情報交換するからヤバいやつ扱いされることになる。一度ヤバいやつ認定されたところには屈強な配達員が送り込まれそうです。佐川とどっちが黒い？どっちもどっちだと思うけど、いや、とはいろんなもんに手出しまくって全部ドライバーに責任丸投げだから。ドライバーを大事にしてないのは黒猫かも。給料良かったでしょ。仕事に似合ってるかは別にして、まあ食いっぱぐれはないし安定はしてたからね。週休2日制で福利厚生は良かったし、仕事には全く見合ってはなかったかな。アマゾンフレックスやってるけどやっぱ見下してるの？すまん、アマゾンフレックスがわからん。基本同じ業種の人間は見下したりしないよ。お互い辛いだろうから。近所の営業所がどんどん減ってるんだけど大丈夫なの？経費削減で建屋潰して隣の建屋にドライバーごと引っ越し流行ってるね。うちのセンターも隣の建屋のドライバーみんな来てかなり狭くなったからね。大卒でヤマトとか SG とか言っても年収大したことないよね。大卒ならドライバーじゃなくて士官とか本社の方なら意味あるかもよ。ただ正直学歴はそんなに関係ない部分もあるからどうかなってところはある。事故ったらどうなんの？自腹？程度によっては何パーセントかは自腹はあった。それよりも上層部からの猛烈なリンチで精神悲惨で事故ったら辞める人多し。バイトのオペレーターについてどう思った？可愛い子入ってくればいいなって思ってた。仕事に関しては一生懸命なら別になんとも思わんかな。朝足のバイトしてる俺に言いたいことある？俺も朝足夜足からのドライバーだからね。とりあえず安全第一、ミスしてもそんなに落ち込まんでもいい。ドライバーがなんとかする。丁寧に質問に答えているイッチだからなのか尊敬の眼差しを向けるスレミンがいました。中卒だろうが一みたいにずっと真っ当に働いてる人間は偉いと思う。底辺なんかじゃないよ。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです。まあ今の仕事関係の人らには言われないけど、やっぱりネットとか見てると中卒ってめっちゃ見下されてんなーって思うからね。まあ中卒選んだのは自分だから見下されてもいいんだけどね。ベースなんかでカゴ社への荷物見方で文句言うのやめてくれませんか？俺は言ったことないけど代わりに謝ります。すみません。言われてもほっといて気にしないで。こちらこそ暴言吐いてすみませんでした。缶コーヒー渡されたりするのどう？邪魔？同業者だから答える。普通にありがたい。でもラベルレスのペットボトルはちょっと怖いから控えた方がいいかも。コーヒーも普通に嬉しいけどなんだかんだ炭酸飲料が嬉しかったかな。まあもらえれば何でもいいんだけどね。ちなみに今まで一番多かったのはボッカとか UCC の激安コーヒーで、大体クール室に山積みになってる。きつそうなんだが見合う給料もらってる？きついね。精神的に。現場やってる人やってた人なら体力的にはまだ耐えれるけど精神は崩壊する。見合ってないかと。平均的な出勤と退勤の時間どれくらい？正社員なら8時からだいたい8時行く時、契約社員は13時からだいたい9時。自分の仕事を終わらせれば早めにも帰れるから早い時は7時過ぎには帰れる時もある。23区内でチャリで配達してるヤマトの人ら、客先の喫煙所で朝からタバコ吸ってて暇そうにしてて羨ましい。そうなのか。都内って忙しいイメージだったけど、話を聞いたらアマゾンセールから1週間が地獄だと言ってたわ。そうね。特に12月は繁忙期でただでさえ忙しい中でアマゾンセールやりやがるからオーバーキルもいいところだったよ。うちは地方だから都心の方の事情とかはわからんけど、プライムデーとかのセールをやってる時は本当に激増してるって。別にアマゾンを恨んだりはしてなかったけど、普段の荷物の量とは比較にならんって言ってた。そうだね。いい例えが浮かばないけど、飲食店で言えば年末の忘年会シーズンでただでさえ団体客が多いところに、外国のよくわからん団体様が席数オーバー無視して店の中に100人くらい流れ込むような感じ。中の人にはいつも感謝してる。ヘルシア、お茶、おケースで買ってるからすごく申し訳ない。
こないだ2、3箱一緒に頼んだら1回で全部一緒に玄関まで持ってきてくれた。筋肉とかすごいんだろうなぁ、と思ってる。まあ当時はケース外の荷物とかあると最悪だったけど、申し訳ないとかそういう気持ちがあるだけでドライバーは救われるよ。車止めるところから遠いところに持っていくときとかは往復の時間がもったいないから、米田原に袋とかケース3つとか一気に持って坂道ダッシュとか多かったね。今思えば亀仙人の狩猟みたいだったね。想像通りですが大変な時は大変なようですね。感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。飲み物の差し入れとかしていい？俺もジュースケース買いしてて申し訳ないなって。全然していいと思うよ。むしろくれる人はドライバーに好かれるし。ちなみにもらって嬉しくないものナンバーワンはあんこベットベトのおはぎだった。しかもハンドツハンド、手渡しだったから左手におはぎ持ったまま近くのお墓まで運転して知らない人の墓石に備えておはぎ供養した。夏の日冷えたペットボトルのお茶を差し入れしたことあったんだ。酔いならよかった。おはぎは困るな。夏の冷えたお茶とか噛みすぎるチョイス。あの時は助かりました。おはぎとは比較になりません。うちにも元ヤマトの社員いるよ。残業ない仕事で給料変わらんから天国って言ってる。業務内容は日体労働系のサービス業だな。まさにそうだね。肉体労働、接客サービス業、介護ヘルパー。田舎は老人の介護付きだから仕事増える。ヤマトから転職すると給料それなりのところなら全部天国かも。配達終わらないと帰れないもんな。気の毒だよね。うちはアマゾンのヘビーユーザーだから宅配ボックス買った。入った当初は繁忙期から初スタートだったから終わらせるまでに深夜12時過ぎたからね。宅配ボックスはマジで助かるシステムだったね。再配達多い家は宅配ボックス強制設置してほしかったくらい。自動車の運転には付き物の事故に関するレスがありました。ヤマトで働いてる友達が3回事故って以来人にめちゃくちゃ怒られたって聞いた。話聞くと完全にパワハラやモラハラな感じだけど全国そうなのかね。3回目とかになるとパワハラモラハラを具現化したようなやつ出てくるからね。全国同じだと思うよ。オートマ限定のドライバーっている？正社員ではまず見たことないけど契約社員はほとんどそうだったよ。女の人ばっかりだし。オートマ限定の人は基本は軽バン軽トラでたまにハイエースかな。郵便局みたいに住所と名前の一覧ってあったりするの？みんな自分の配達エリアの地図は持ってるよ。住所と名前が書いてある地図で最初はないと仕事にならないね。慣れれば地図は見なくなるよ。広告費に金かけてないで電車ナビつけてやれよって思う。なんで箱潰して持ってくるの？センター到着時にすでに潰れてるのもあれば、配達中に重いものが倒れて潰れたりあるからな。中身が無事なら梱包材の箱は潰れてもいいんじゃないかとも思う。箱そのものが商品の場合は除くけど。例えば住所にない名前の配達物とか、明らかに男性しか住んでないのに女性の名前だったりとかしたら確認するとかの規定あったりするの？ん？そこも難しいところで規定はないんだけどドライバー判断かな。孫とか娘が帰省中とかの可能性もあるから住所さえ同じならそこに届けてあってるかは念のため確認してたかな。メルカリとかでメール便が安く遅れて結構助かってる。中の人ありがとう。どういたしまして、OB だけど。クレーム入れても何度も同じことするやついるが改善する気ゼロなのか。クレームの内容にもよるけど、基本はクレーム入れば上からお叱り来るから同じことはそうそう繰り返さないんだけどね。まあでも内容による。モンスタークレーマーも一定数存在しますので全てに対応して改善するのは難しいのかもしれません。路線の大型前に軸ドライバー、自社便で大型運転歴ゴールド免許必須の噂は本当なの？一応本当かもね。正社員経験あって事故歴もない人は条件の一つだけど、何より空きがないから大型に一発で行くのはほぼ不可能に近いかな。自分も大型希望だったけど空きがないから無理だった。雨の日にアマゾンフレックスが置き配して、その後に来たヤマトが段ボールびちょびちょだって客に怒られたって話聞いて笑ったわ。身代わり助かるわ。身代わりはしたりされたりだからな。まあお客さんに弁解すればなんともない話なんだけど。て海外と下ネタ系の質問ないのにびっくり。配達料とか妄想膨らみそうだけどね。危ない格好で対応されたことある？危ない格好？ミリタリー系？変質系？パンツ一丁とかはたまにあったかな。俺が女だったらどうするんだろうとは思ってた。裸とか下に一丁とか。対応はパン1までかな。普通に全裸は男女ともにお客さんでいたよ。隠れるか諦めるかのどっちかパターンだった。明日朝早いからここらで寝ます。明日もちょくちょく来てたら返します。お疲れ。以上です。身近な存在の宅配ですがその仕事内容の内側がよくわかるスレでした。皆様のご感想をお待ちしてます。